なんやろ、頭がクラクラするで。どうしたピ？関西弁になってるわよ。スカさんは感情が高ぶると関西弁になるの、自分でも気がついてるでしょ。なんでもあらへん、あんたにはわからんことや。でもあんたに記録しとこ。解説、つかさの記憶は短いものであれば、何これ、額をつけることによってベンジーにコピーされるのだ。額と額をくっつけるのね。なんかで見たことあるな。額をくっつけて記憶を共有するっていう、なんかアニメがあったような気がしたな。あ、最近なんかアニメで見たビビとかいうやつじゃなかった？あれなんか額で、あの公園地に、公園地じゃない、公園の中にいる AI ロボットたちがその情報を共有するみたいな、コンタクトを取るために額同士を合わせてその情報交換をするっていう場面があったような、ちょっと記憶がふっと浮かんだ。あんた信じてないの？言っていいかしら？論理的な行動だ。まあいいわ、夕方までには調査を終えたいわね。でもここはどこピ？衛星マップ機能ないんだっけ。南東京市山野辺区元川野辺重工の工業団地。ベンジーがわからないのも、ベンジーがわからないのも無理ないわね。この辺工場閉鎖ですっかり廃れてしまったわ。了解、これが周辺の地図ピ。どこに行くの？おお、探索バートね。あ、結構大変だな。裁判するだけかと思ったけど、情報収集に結構かかるんか。まあとりあえずは5棟だよね。神田は5棟に、社宅5棟に住んでいたっていうのを聞いたから。あ、でも現場か、まあ、現場だな。うん、なんていうのこれ、川淵の道調査。お、川辺を散歩している青年、見慣れないけど、あ、見慣れないけど、あんた誰？ああ、この間のしょぼい事件を調べてるのか。神田はこの辺りで捕まった。やつも無職だから、よくやつが河原で釣りしながら酒飲んでるのを見たよ。カウンターもバカだね。捜査官は一人だったんだから、走って逃げればよかったのに。え、河原で薬物やってたって？カウンターはやっぱりバカだな。真っ暗で風も吹いてる場所で、高い薬物がこぼれる心配があるだろう。まあ趣味の問題だがね。でもおかしいね、泥酔してたんだろ。あの薬、アルコールと併用すると効きが悪いんだよね。まず考えられないな。ひぃ、この人プロっぽい。ははお嬢さん、そんな目で見るなよ。僕はこの関係の医師でね。僕はその関係の医者でね。以前神田が捕まった時にも面倒を見てあげたのさ。司法官なの？よかったら後で資料を送るよ。あ、ありがとう。おや？なんか道の色が変わっているわね。これはなぜかしら。ベンジー有能。同じセリフだった。はい、ではマップ戻ります。
はい、そして、まあ、全部の社宅回っていくわけにもいかない。で、説明書をちょっと読んだらですね、一つの行動をするのに何分か時間が経過するらしいんですよ。なので全部を手当たり次第総当たりするっていうのはちょっとあまりよろしくないみたいなんですよね。なので、まあ、社宅5号棟に行きましょう。神田の家、居住棟5、調査。はい、私が神田ですが。あ、ももちゃんなの？久しぶりやね。うん、私は3年ほど前にこっちへ越してきたね。ももちゃん標準語になっとるやん。東京で法律の勉強してた？弁護士引き受けてくれるんやって？おおきに。兄はグレてはいたけど薬物を売ってたはずないわ。そんな度胸もないし、お金もなかったしね。承認？うん、もちろんいいよ。はい、多分この子、でもまあ調査、あ、ちょっと待ってよ、調査1個やるたびに時間かかるかもしれんな。もしかしたらこれは握手かもしれん。でもさ、こういうのってさ、やっぱ2回はちょっと聞きたくなるよね。何、違うこと言うかもしれないじゃん。監視者ってなんだろう。警察かな。監視者。今は釣り人の車が止まっている。報告書では捜査官の車もここに駐車されていた。向かい。もう何もないか。は、気になるのは、あとはちょっと他の棟には全くの心当たりがないので、ちょっとここは後回しにして、気になるのはね、この米軍跡地っていうのはいけんの？開けないのか。じゃあこの川辺重工、工場跡地なんだ。工場は閉鎖されていて入れなかった。じゃあ操作はできないな。閉鎖されていた。さて、じゃあまだ時間はあるってことだよね。あ、でも事務所に戻るっていうコマンドがあるや。じゃあちょっと勘を働かせていこうか。例えばだけれども、目撃者、何らかの目撃者、例えば社宅5号棟を見ることができる位置で、その被疑者の姿を見たことがあるとか、なんかそういった目撃証言を得られる可能性があるのは、ここだとね、廊下側が、まあ、向かって右側、6号棟になるような気がするのね。でも部屋の中をもしかして見れるとしたら4号棟であれば、例えば出かけるところを目撃したという証言を得られるかもしれない。じゃあ6号棟で。居住登録。小学生。知らないよ、この棟にはいないよ。それだけか。まさか小学生が出てくるとはな。じゃあ4号棟。居住棟4。知りませんね、神田でしょ。私はこれから職場に行くので失礼。今見たら左上にさ、時間が出てたね。4時30分だった。残り4時間30分ってことだね。はい、居住棟1調べる、調査。あんた、さあ、そんな住人はこの棟にはいないね。あっさりしたもんだぜ。居住棟2。
神田さん、その名前他のと似たような。居住棟さん。神田、別の棟で薬やって捕まったとっぽい男がいたな。時間がもう、でももう調べるところはないから戻ってもいいのかな。でも時間が経過したことによって人が変わってる可能性もあるので、もう一回現場。同じかい。じゃあ戻って帰ろうか。もうやることなさそうなんでね。はい、じゃあ事務所に帰ります。事務所に戻るっぴあの声は出ない、高すぎる。コマンドを選んでください。はい、これで、シーン再現。なんだ、シーンを再現する。あ、シーン再現っていうのは多分さっき桃田だっけ、この女の子、彼女が頭の中に入ってきたビジョンがもう一回見れるんじゃないかな。もう一度この証拠一覧を確認しましょう。証言とかをここで見る。あ、ここね、民間警察の報告書だ。捜査官河本はこの辺りに駐車していた。河本、何か色が変ね。うん、ちょっと意見を聞いてみましょう。ん？別にただの道路じゃろ。ここはコンクリートなのか舗装された道路。そうだな、考えられる可能性は全くない。まあ綺麗に四角なんだよな。タイヤの跡とかそういうのではなく綺麗に四角。なんだろうな。道路工事の認可の調査任せとけだわ。それも考えた。新しい証拠を手に入れた。どこに。はいはい、アスファルト一部新しいみたいぴょん。一部新しい、あそこだけ。あ、そうかそうか、そういうことか。違う違う、道路全体ではなくあの部分、あの区画だけを工事したってことだ。で、この新しい情報ってこれね、事件当日の南東京市で行われた道路工事認可のリストだ。 OK、 桃田、さてこれだけが頼りよ。そうだな。なんでこんなものを取ってきた。一体これが何の役に立つわ。どう使うのピ。まあ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 、認可リストだ。これを詳細を見ることができないんだね今はね。見ることはできねえのか。もう一回見ていい。神田が逮捕された時の状況が書いてあるわ。これ一番最初に見たよね。何？捜査官は一人しかいなかった？それは重要じゃ。捜査官は極東社の社員が、捜査官は二人が一セットで、両方が確認しないと証拠にならん。その日の夜10時。目撃者は捜査官のみだわ。一応体裁は整っているようね。尿から薬物が検出されてるピ。捜査官が一人で二人セットでやらなきゃいけないところを一人だけで目撃して、それを証拠としてあげた。本来ならば二人なんだけれども、それを一人でやった。いわゆるこの報告書に関してはちょっと疑問の余地がある。正式な書類として受理された、まあされたんだろうな。
怪しいか、怪しいかな。これ先生の、なんでこんなものを取ってきた。ダメだ、この先生なんかダメだ、使えそうにねえな。不利な証言が多いわね。うん、でも河原で薬物をやるのは不自然な行動らしいわね。河原でやるには不自然な行動。まあ、それにお医者さんの言っていたことは気になるわ。法廷に召喚するまでもないな。でも薬物に関する資料は役に立つかもしれんな。状況証拠ばかりだわ。有利な証言はないけど、決定的に不利な証言もないき。神田ちゃんは嘘つくような子じゃなかったわ。まあ、いずれにしろ肉親の証言では陪審を説得はできんわな。もう少し傍証が必要だわ。本当かしら、ダメ兄貴をかばってるんじゃない。とまあ、ここでは状況が足りんのだわな。調査もあと少しじゃが、爪をおろそかにするなよ。捜査は進んだのか。勝手なことしよって。前任が急病のため裁判は明日じゃ。急な弁護人の交代なのに手続きができず、被告に接見もできない。やれやれ。あと一歩で裁判に臨めるわ。僕の話を聞いてて、ちゃんと5号棟へ行った？時間が節約できたはずだわ。まあな、行ってきたぞ。捜査はいい線行ってるピ。ちゃんと集めた証拠をチェックしておいた方がいいわよ。終わっちゃった。え、なぜ現場に戻ってきたんだろう。謎だ。え、ちょっと待てよ。どうすればいい。現場に行く。現場の証拠。まあ、現場行くわ。もう一回だけこいつの証言を、気になるところをピックアップしていく。資料送ってくれるって言ったね。資料送ってくれてないよね。送ってくれてない。なんで現場に飛ばされたのかちょっと分かんない。残り40分しかないんだよな。シーンの再現行ってみようか。やっぱり彼女が見たやつだね。海岸の町の火で、電信柱、山辺町の2丁目、薬局、オレンジの光、タバコの光が近づいてくる。誰かが近づいてきたってこと。こう元って名前の書いた袋がある。お、袋はあった。で、注射器。そして、男。声がする。深い後悔のね、幼なじみの神田ちゃん。深い後悔の念。不利な証言が多いわね。あ、それに、お医者さんの言ってたことは気になるわ。法廷に召喚するまでもないな。その資料欲しいんだけど。状況証拠ばかり。有利な。ああ、なくなっちゃった。タイムアップじゃ。